俺の代役、夜長にやらせてください。これただの同情で言ってるんじゃなくて、ソウ君ならやってくれる、その信頼と自信があるから言ったセリフだと思う。ソウ君のことを本当に信じてるから、すごいいいセリフだと思う。ソウ君が頑張ったから、努力して今報われる瞬間だから、一人の夜長宗四郎っていう人が認められたから、みんなこうやって賛同してくれているわけで、だからね、一緒に頑張ろうじゃなくて、ソウ君だったらできるよって言ってあげたい。みんな手伝ってくれるよね。ソウ君が頑張ってるのをみんな知ってるから、こうやって言ってくれるんだよ。サボってなんとなくやってきた人だったらみんな受け入れてくれないよ。ソウ君が頑張った努力が今本当に報われた瞬間なんだよ。ソウ君が頑張ったからなんだよ。ソウ君、私すごい幸せだよ今。